あかねちゃん、あかねちゃん。おわ、ここは？ここは研究所。研究所？ご覧の通り、地下に存在する秘密結社の研究所。あれ、おかしな生き物。今回は、この平和な世界で生き抜いていこう。平和な世界を歌うのに、生き抜くのが目的ってどういうことや？ふっ、支配されちまったのさ、モンスターに。全然かっこよくないけどな。それでは始めていこう。お、誰かおる。ちょっくら椅子に座って、話を聞いてみよう。ひゃ、なんなんやこいつ、首だけこっち向くとか怖すぎるんやけど。どうやら彼も、この研究所に閉じ込められていて、イエーガーさんも閉じ込められたみたい。エレン。なるほど、イエーガーさんをまずは救出するってことやな。ははーん、こっちに寄るんか。ここの扉の向こう。あれ？どうやら扉はロックされていて、こっちからでは行けないみたい。はえ、遠回りするしかないか。え、諦めるんじゃないの？早くない？その諦め早すぎない？現在時刻は午前7時。お昼の兼ね合いもあるから、11時になっても無理なら救出不可能と判断しよう。だから早くない？お昼もですけど。このゴミ箱の中は何かあるかな？ほほ、探索要素もあるんか。ってことは、こういうのから物資集めてクラフトする系統やな。と、先には3つに分かれた通気口。どれが正解なんかな？こういう時は一つずつ攻略し、当たりが出ればそのまま突き進むのに。一つ目は行き止まり。そして二つ目も同じやな。ということは、正解は一番右、もしくはあのおじさんとお茶を飲んで過ごすこと。で、不詳すぎるやろ。ちゃんと働きなさい。でもまた分かれ道。あ、ほんまや。もう帰り道とかよく分からなくなっちゃった。この距離で？試しに左側に侵入。薄暗く息苦しいダクトを通ると、扇風機ゾーンに到達。あら、雪止まり。あの隙間を行けば通れるはず。あっかん。えへ、ミキサーって知ってる？シュピ。やはりここは、右が正解だった。初めから知っていたけどね。はいはい。おや、不思議なものが落ちている。なんやあれは。拾ったら1割もらえるかな。うわ、なんか伸びてきた。おお、すさまじく気持ち悪い。博物館とかに売り払えるかな？絶対あかん。踏みつけると倒せるみたいだね。はい、こういう不思議生物もおるんか。うわ、こいつのドロップアイテム、放射線を放出しとるんやけど。また不思議なものとして売り払える。うれんうれん。ねばんな。仕方かない。先に進むか。しないやけど、こんなモンスターもおるんか。気をつけて進まなあかんな。何も取れんで、ち。まだまだ、さっきのドアのところには到達できないけれど、三つ目のモンスターを発見。あ、冒頭で見かけたやつやな。どうやら適正生物みたいだけど、ドア網で捕まえれば、一方的に攻撃できるみたい。こいつも踏みつけるんか。うわ、出てきた。我が雷鳴の一撃を、その身に受けるがよい。ダサいダサい。でも、こうやって敵と戦ったりして生き抜くんやな。一応喉の渇きとか、お腹の減り。トイレや疲れなどもあるから、よく食べよく飲み、よく出してよく寝る必要がある。はい、トイレ要素とかもあるんか。もちろんスキルなどもあり、開始前に、ある程度振っている。お、知ってるでこれ、役職で得意なスキルとか分かれるタイプやろ。さすが研究所だから、いろんな研究職があるの。インターンを選択。なんで？やはり学生というのは、それだけでかけがえのない、淡いものだと思うの。今は違う、今は違うのよ。そして今回は、バレにくい隠密能力、夜更かしできる能力、経験値がたくさんもらえる能力を取得してる。影薄くて遅くまで起きてて、自分は頭いいと思ってるボスちゃんにぴったり。さあ探索を続けよう。聞こえないふり？お、工具箱。どうやら、中にはドライバーが入ってたみたいやな。ほほう。ドライバーがあれば、いろんなものも壊せるようになるみたいや。素晴らしい。ドライバーって持つと、とりあえず目につくネジ回しちゃうもんね。それはわからん。というかさっきからアイテム取るたび、右上に出るけど。これは、アイテムを取るたびに、そのアイテムで作れるもののアイデアが浮かぶというもの。なるほど。ということは、どんなアイテムでも、一度は手に取ればええってことやな。その通り。来られんで。ち。そろそろ、扉の向こうについてもいい頃だと思うのだけど。お、懐中電灯や。素晴らしい。少し薄暗くあったからありがたいし。ピカピカできるのが素晴らしい。やめなさい。おっと。うへ、あのモンスターに倒されてまったんやな。
君の思いは私が継ごう。あ、料理への思い。他にも、フライパンやナイフなどの武器になりそうなもの。溜まった水などで、水分補給できたりなど、いろいろできた。お、道はこっちやない？ようやっとたどり着けそうや。こっちが一番最初の道。ということは、あの反対が進むべき道。あ、トイレだ。すごい流れるような寄り道。どこかのゾンビゲームみたいに、便器からアイテムは確保できないみたいだけど、シンクで水は飲めるし、ブワーってやつも使えるから素敵。いやいやいや、ポトで敵とか寄ってくるんやない？むー。完全に乾かぬまま行くしかないか。完全に乾かしてから行く人のが少数ですけどね。シュピ。さあ、ようやっと到達。お、この人がイエーガーさんか。こんにちは。入れて欲しければ20万円渡しなさい。クソみたいな恫喝しとるぞ。この人の話だと、ここの電源ユニットがモンスターに壊されて、ドアが開かなくなったみたいや。なるほど。やから新しく、電源のやつを作ってはめ込めばええみたいやな。このエネルギーブリックってやつやな。いくつか素材が必要みたいやけど、その前に、クラフト台も作らなあかんみたいや。ほほう、クラフト台は、電源ユニットってのがあれば作れそう。問題は、そういうアイテムがどこにあるか、不明なとこなんよな。安心してほしい。お、知ってるんか。ないならあるところから、壊して奪い取ればいいだけだからね。万族、発想が万族のそれなんよ。お、出た出た。その前に、テーブルの椅子を使ったから、スキルレベルが上がったみたいやな。どうやら、行動に応じて、スキルレベルが上がるみたいや。じゃあ、一生走ってれば最速の人間になるかな。ガチで死にますね。でも、これでクラフト台が作れた。あとは、適当なところに配置して、ネジを締めて、コードをつなげれば完成。おお、これが通電か。電源も必要とか珍しいな。でも、これでたくさんのアイテムが作れるようになった。だから、たくさん壊してたくさん手に入れよう。絶対それやりたいだけやない？はて。では、たくさんの資材を使って、プラスチックの盾、バックパックを作成。おお、能力的なもんはよくわからんけど、コックさんが、おかしなコックさんに進化したわ。でも、そろそろメインのおすすめんと。そうだったそうだった。このエネルギーブリックを作成し、それを使って掃除機を作成。ちっかう、掃除機なんていらんのよ。でも見て。超強力な掃除機。どのような概念のものであっても、概念を超えて吸い込む。あれ、内部変更が。かっこいいでしょ。なんて無駄遣いよ。さあ、掃除機の始動だ。これなら、あのドアスラをも吸い込めるはず。バッテリーがないよ。おっと。ダメダメやないか。くそ、バッテリーはないのか。ダクトテープなら腐るほどあるんですけどね。しかも、バッテリーはまだ作れなさそうっていう。私の掃除機が。掃除機よりも大事なものってあると思うの。でも、幸いリポップする仕組みみたいだから、素材は回収できた。あれ、これってリポップせんかったら積んでたんじゃ？エネルギーなんとか、作成。なんとかなんとか、充填。おお、これでイエーガーさんはこっちに。尊い犠牲だった。イエーガーさん！しかし、イエーガーキラーはまだ存命。こうなれば、トアミ攻撃で。いや、絶対効かんやろ。捕獲完了。トアミ優秀すぎん。あとは、捕まえては叩く行動で倒せるはずだ。電気発しとるし、もっとプラズマみたいな、未来的な方法で倒すのかと思ってたけど、トアミと木の棒って、原始の極みやな。我、勝利。おお。ふむふむ、イエーガーキラーのお肉が落ちたけど、当然のように、放射線を発していて、きちんと調理しないと、被爆してしまうみたい。何？人類は服以外にも危険を犯そうとしとる？ふぐに学べふぐに。その先に進むと、大きなエリアに到達。おお、中心地みたいな感じかな。あ、誰かおる。本当だ。じゃあ充電しよう。あれ、今文脈って存在してた？は、充電ということは、この掃除機をも充電できるのではないだろうか。おお、ほんまや、ただのゴミだった掃除機が、これでようやっと動くようになるな。よし、充電完了。すべてを吸い込め掃除機よ。あれ？なぜだ、なぜ、すべてを吸い込める掃除機ではなかったのか。人様に掃除機を抜けるんやない。終わった、何もかもが。掃除機一つで？